東京メトロ表参道駅 B4 番、出入口ミュンヘン地下鉄、ゲオルクブラウリング駅のプラットホームパリメトロ14号線のホームドア地下鉄駅とは、地下鉄に設けられた駅。地下鉄駅は、地下駅の一種に分類され、道路の元に設置されることが多い。しかし、地下鉄といえども、郊外部や標高の低い地域などでは、地上や高架の区間もあり、 この区間にある駅は地上駅や高架駅に分類される。他路線と相互直通運転をしている路線では既存路線の地上駅を改良して接続駅とすることが多い。地下鉄は人口の多い都市部に作られるので利用者が多く、かつ地下で見通しが悪いため転落防止のためにホームドアが設置される路線も見られる。 既存路線でも設置が進んでおり、東京メトロ日比谷線のように企画を合わせた、新型車両に一斉に置き換えた路線もある。また、複数の路線が一つの駅に乗り入れる場合も多くあり、入り口となる地上には、どの地下鉄会社によって運営されているものか、またどの路線が乗り入れているかを示す駅名が描かれる。駅舎は、マンションやビルなどの建物の中にある場合もあり、 出入り口が企業のビルや百貨店、大学などに直結している場合もある。プラットホームは基本的に島式ホーム1面2線であることが多いが相対式ホーム2面2線の駅も多くあり、一部の駅では島式ホームの外側に単式ホームを新設した2面2線であったり、上下2葬式のホームであったりする。 一面二線の駅でもホーム中央の壁で仕切られている駅もある。複数の路線が接続する駅では、同一平面上のホームに、それぞれの列車が発着する駅もある。各駅停車主体の運行形態であることから、対比線を持つ駅は少ないが、区間列車のある路線では、始発列車専用のホームがあったり、車両基地のある駅では3線、4線の大規模な、 構造を持つ駅もある。東京などの大都市には多数の地下鉄路線が存在するため、新たに地下鉄路線を建設するには既存の地下鉄路線を避けなければならず、地下鉄の路線が地下深くに建設されることになる。よって、新しい路線の駅は地下深くにある傾向が見られ、地上からのアクセスが不便になる問題点が見られる。例えば、 全体的に地下深くにある地下鉄路線、都営地下鉄大江戸線の一駅間を、大江戸線を利用していくのと、徒歩で行くのでは、どちらが早いかという企画が、タモリクラブで放映されたが、その企画では、赤羽橋駅と麻布十番駅、麻布十番駅と六本木駅の間は、徒歩の方が早いことが実証されている。また、路線や駅が、道路の地下にあることなどから、 駅の設備やホームの広さなどに制限が多く、拡張も難しいため、利用者に不便が生じることがある。大阪メトロ中央線のように、ビル地下階によって上下線が引き離されてしまうことも、ある。東京メトロ、半蔵門線、東急田園都市線渋谷駅では、1日60万人以上が利用するのにもかかわらず、ホームや階段が狭く、 ホームの増設や幅の拡張も行えないため、ホームに利用客が溢れ、電車の乗り降りに時間がかかるため、慢性的な電車の遅延が発生している。第三機上方式の地下鉄の場合、人が第三機上に接触すると感電の危険がある。そのため、注意看板の設置や、ホーム下の避難スペースの確保などの対策が必要となる。地下駅と同様に、 改作工法やシールド工法を用いて地下鉄駅は建設される。多くの駅は改作工法で建設されているが、地下深くにある駅などではシールド工法を用いる場合も見られる。ありがとうございます。